ポール・エミール・バーノンは、ベルエポック時代のフランスの画家である。エミール・バーノンは1872年に、フランスのブロワーで生まれた。トゥールの美術学校で絵画を学び、1888年に絵画で最優秀賞を受賞した。その後、パリのエコール・デ・ボザールで、ウィリアム・アドルフ・ブグローとオーギュスト・トルフェームに学んだ。1898年、彼は、 トゥールの美術と装飾芸術の展示会やサロンに参加し、画家としての経歴をスタートさせた。翌1899年には、ビエンヌ県シャテルローで劇場の壁画を制作した。1904年に、ロンドンに移ったバーノンは、王立美術アカデミーで、いくつかの花の生物画を発表している。1910年代、バーノンは、ロンドンとパリで活動した。 彼は1913年まで肖像画、風景、花の生物画を含む絵画を定期的に展示した。彼は明るい色と牧歌的な風景及び女性と子供の水彩画に秀いており、婦人の肖像画を通してより厳格に描く方法も知っていた。第一次世界大戦中の1915年に不評として動員され、1920年1月に47歳の 若さで死去した。現在、バーノンの作品の多くは個人コレクションであり、アメリカ合衆国、カナダ、日本のコレクターによってよく知られている。バーノンの絵画の一つは、トゥールの視聴者にかけられている。桜の中で1904年。ありがとうございます。